はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストビルダーズ2やっていきたいと思います。で、まあ、ちょっと初めにね言っておくと、まあ、このシリーズですね、まあ、今回2作目なんですけれども、まあ1もやってないし、で簡単に言うとドラクエビルダーズってあれなんでしょう、マインクラフトなんでしょう。で俺マインクラフトもやったことないし、そもそもマインクラフトがどういうゲームかも分かんないし、ルールも分かんないので、まあね、このビルダーズ2も多分グダグダしながらやっていこうと思ってますので、そこはよろしくお願いいたします。まあそれでは早速やっていきましょう。前作特典受け取りとか、あ、体験版とか出てたんだね。そう、そういえばなんかちょっとあったな。まあ特に体験版とかもやってないんで、体験版とかやればよかったな。主人公作成します。男女、女でやりたい気もするけど、どうしようか。多分これなんか2回目とかなさそうだからな、なさそうだから女でいきますか。髪決められるんだ。ちょっと待って、キャラメイクありか、キャラメイクありか。ちょっと若干ビアンカみたいな感じになってるね、初期設定が。肌、目、あ、これだけでも決められるのって、あ、そこまで細かい。あ、色が変えられるだけか。じゃあいいや、これで。なんだなんだ、例によってこれ4文字しか入らないの。じゃあまたミックスちゃんでいきますか。まあ、ドラクエ4もねそうだったけどね。いや、ビルダーズ2が発売になる前にドラクエ4はねちょっと終わらせたかったんで、よし、じゃあこれでいきましょう。ゲームを進めると変更できるようになります。あ、そうなの。設定を行います。ここは後で変更できますと。あー、ちょっと待ってね、これわかんねえな。まあ、やってみてだね。ちょっとやってみて、カメラは左右通常、上下反転、これ上下だけはねどうしてもやっぱ反転が慣れちゃってるんで。さあ破壊の時じゃん。要はこれあれ2の後なんでしょ。ハーゴンとシド普通にいるけど、我らが強大な主大神官ハーゴン様、そのお言葉で魔物たちは各地で破壊の限りを尽くした。え、これはその当時ってこと。しかし、あ、そうだよね、ロトの血を引く3人の勇者によってハーゴン様は破壊神シド様もろとも倒されてしまった。あ、これはなんか生き残った魔物が語ってんのかな。いけなく倒したな。こんな簡単に倒せないけどね。あれから幾年月、世界が平和となった今、我らも考えを変えなければならない。もはや手段は選ばぬ。世界を滅ぼすためにあらゆる手を尽くすのだ。あ、まだ世界は滅ぼそうと思ってんだ。ハーゴン様万歳、シド様万歳。ハーゴン様、どうか地獄の底から我らをお導きください。あなた様が夢見た世界、てかハーゴンってめっちゃ慕われてんじゃん、魔物に。勇者よ、世界を救いたもう若き勇者よ、今こそ目覚めの時、さあ目をお分けあげ。何々、ちょっとわかんねえ。めっちゃ噛んだ。こいつあれじゃん、魔物じゃん。今のは冗談、いつまでも寝てやがるからそれっぽく起こしただけ。念のため確認しておく、貴様物つくビルダーで間違いないな。いきなりそんなこと言われてもな、どうせ家にしてもさ、これ全然先進むんでしょ。ケツの多いビルダー見習いか。扉を開けて階段を登ったら俺に声をかけるんだ。あれ、なんか囚われてんじゃん。基本操作、これ壊せる。あ、覗き込むだけ。すごい匂い。トイレ、壺の中か。休む、
飛ぶんとか、いけ、あれ減ってんじゃん、いきなり。なんでパンツ見えそうじゃん、パンツ履いてねえこれで絶対やるよね、みんな。パンツ履いてねえわ、こいつ。ノーパン。なんか下着、下着っていうか、なんていうの、そのタイツみたいなの履いてんのか。あ、幽霊だ。面白いこと教えてやろう。あ、R1 で走んのか。高いところから落ちて死ぬんじゃないぞ。そんなのあんの、ダークソウル的な感じだね。ここにもいる。あれ、人がいる。鍵なんて持ってないよ。いいこと教えてやろう。丸ボタンで話せる、基本中の基本。牢の中にいる女、お前の知り合いか。女なの、よく見りゃ女だ。ギャンギャンはめき続けている。お尻の青いビルダー見習い、逃げる方法を見つけてほしい。え、今ちょっとこう魔物たちに支配されてんの。ビルダーなんかになるんじゃなかった。ハーゴン教団はほとんど壊滅状態。おお、なるほどね。ジオン残党兵みたいな感じか。これ結構ヒロヒロいけるとこあるぞ。あ、これは祈祷師かな。ビルダーよ、ハーゴン教団のこのような船に乗せられて恐ろしいか。あ、今船に乗ってんのね。今我らが進んでいる海域は船が行方不明になってる、不思議な声が聞こえたりする魔の海域。実は私は貴様以上に今ここから逃げ出したい。自分の船が行方不明になったら嫌だからね。タル、あ、タル、ちょっと調べたかったのに、お前じゃない。あ、なんか出ないから表示が。タルは調べられないんだな、ここのタルは。階段があるけど、まあ、探索はだって基本だよね。あ、これ調べられないな。扉開けられんね。あ、スライムがいる。ここは船の底、戦争と呼ばれる場所、積み荷を保管している。ビルダーなんだろ。ビルダーっていうのは素材から物を作るお仕事。勇気があるね、せっかく物をつけてもいつか壊されちゃう。僕はそんなの怖くて耐えられない。いや、形あるもの、いつかは滅びる。それが自然の定めだ。ってかこういう木箱なんか怪しいけど、物があればなんか表示されるのかな、調べるって。宝箱的なものはなさそうだね。あ、なんか ST、ステータスって出たけど、なぜ走ると出んのか。あ、スタミナがあるとか、もしかして。あ、スタミナありそうだな。あるね。減ってってるわ。すっげえ減るの早いんだけど。あ、いた。ちょ、まず幽霊。役立つことを教えてやろう。進む道が分からなくなったとき、お願いされたことを確認したいとき、もう一度同じ相手に話しかけるといい。え、なんかさ、メモっといてくれるとかじゃないの、なんかオプションで。もう一回聞きに行かなきゃいけないの。一応話すか、こいつに。階段を登ってこれた。見習いにしたら上出来だ。お前人バカにしてんのか。完全にこいつ人間をバカにしてるな。ここは海の上、どうせ逃げられない。貴様ずいぶん物干しとな顔してる。ひょっとして寝すぎて腹が減ったか。これでも食って腹を満たせる場合、船長である俺からの選別だ。昆布、俺昆布あんま好きじゃないんだよね。空腹を感じ、え、空腹とかあんの、もしかして。トルネコみたいに。食料になる、三角で食べる。体力と満腹度あんのか。満腹、あ、出た、パンのあれが。さっさと昆布を食え。あ、なるほどね。これでカーソルが移動できるのか。じゃあ昆布食いますか。 5%、 まあそりゃ昆布だからね、大してお腹いっぱいにならないよね。硬くて生臭くて最高だろ。それが貴様人生の最後の食事だ。これから死ぬ。その前に貴様には我らのために働いてもらう。死ぬほどこき使ってやる。え、何達成とか。え、ちょっとあの人たち、人じゃないけどさ、この魔物たちにも話したい。メルキドからさらってきたビルダー見習い。あ、そうなんだ。え、メルキドってさ、城塞都市じゃなかったっけ。なんで魔物に襲撃されてんだよ。ビルダー見習い。教団が壊した世界を再建すべくビルダーが働いてんだね。なるほど。ウェップ、この船そこそこ揺れるよね。船酔いしちゃったよ。船酔いしちゃったよってさ、ドラキー飛んでんのに。おかしくないか。なんで
飛んでても船酔いはするのか。なるほど、一つ学んだな。プルプルプル、僕たちはハーゴン教団の生き残り、いわゆる残党。いつの日かこの世界を恐怖のどん底に叩き落とすべく地道に活動している。なるほどね、スライムのくせに生きてんな。ローレシア、サマルトリア、ムーンブルク、ロトの血を引く三国の勇者によってハーゴン様は倒された。ハーゴン様が自らの血を捧げて呼び寄せたという破壊の神もろともな。我らは諦めない。今殴られたぞこいつまだ生きてんのか。いつか世界を滅ぼしてやる。ああ、怒っちゃった。ヒットポイント減った？あ、減ってないね。お腹が 1% 減ってしまった。これなんかいきなり落ちて死ぬとかじゃあるんだ。マジでダークソウルみたいにあんのかな。いやはや昨日の夜はすごい嵐だった。タラは散らばるし、松明は飛ばされるし、散々な目。眠ってたから覚えてない。目を覚まさないとはなかなか肝が据わっているな。ジャンプ、あ、ジャンプできた×ボタンできた。船長いっぱいいるな。同じ形してんじゃねえかよ。所詮一般雑魚兵か。お前知ってるか。はい、まあいいか。ちょっと待って、知らない。昔々この世界は王の中と王と呼ばれた竜王様が支配していた。でもさ、竜王って子孫いたよね。すでにくら替えしたとかなんだこいつ。くら替え組は肩が狭い。俺はこれからどうしたらいいんだ。竜王の子孫はどうなったの。だってあの人は別に倒してないしね。退屈だ。いつか骨になっちまうのか。まあ確かにね、こういう船で働く人って大変だよね。さて、じゃあこの骸骨に話すか。すぐに命を取ったりはしない。半分冗談だ、半分冗談だとか言ってる間にさ、みんな武器振り回してるよね。生きるチャンスをくれてやる。死にたくなければ俺の命令に従え。自分はどうしてここにいるのか状況がよくわからない。マストの下の5匹の魔物と話し、過酷な現実を思い出すがいい。全員と話したらここに戻ってくる。さっき話したんだけど。一応びっくりマークが、あ、ついてるね。話変わんの。今日同じじゃん。ちょっとここはじゃあ、はい、うん、全く同じだね。こんなことならおとなしく先にあの骨と話しとけばよかった。これでもみんなやるっしょ。みんな先にここら辺行って、ほら武器を振り回してる。 OK、 命令通り戻ってくれた素直なやつだ。破壊の神をあがめるハーゴン教団の生き残り、物を作るビルダーは我々の敵だから、こうして痛い世界中の邪魔なビルダーどもさらっている。ビルダーをさらって何をするか。上の考えはよくわからんが、物を作る不届きなビルダーども根絶やしにするおつもりなのだろう。生きるチャンスをもらえた。せいぜい泣いて感謝するんだな。達成。あ、これミッションを達成していく感じか。死に物狂いで命令に従うがいい。昨日の夜船が激しい嵐に見舞われた。やらせたい仕事があるんだ。流木を5個壊し、木材を10個拾ってくる。はい、攻撃が四角か。なるほど、本当だ。お前殴ろう、この野郎。俺も武器が欲しいな。そうだよね、じゃあ武器手に入れられるんだよね。これ何、なんかマークついてるけど、これを攻撃するってこと。げっ、今のヒットポイントだったのか。ゴミを取ろう。はい、あ、ヒットポイントが表示されるんだね。でこいつらはダメだ、敵扱いになってない。そもそもじゃ樽とかは壊せないか。よし、 OK。 なるほどなるほど、木材を集めてきた。仕事に励めば死なずに済むかもしれん。なぜ自分にチャンスをくれるのかと。破壊神をあがめる我々が物を作るビルダーに頼るなど本来あってはならぬこと。同じビルダーでもケツの青い見習いならまだ許されるような気がする。労働は始まったばかりだ。うん、
もう完全にブラック企業だな、ここは。悪用するんじゃないぞ。ん？さっき手に入れたもの自体は、あ、持ってんじゃん。くれるんだ。牢屋から連れ出してから貴様をずっと見ていた。無駄に飛んだり走ったり、必要以上に魔物と話したり。そりゃそうでしょう。探索は基本だからね。顔がニコニコではないか。これが真顔だからしょうがない。雑用でも頼られて嬉しい。次の仕事を取り掛かってもらおう。3つほど依頼をこなしてくるのだ。はい、いいでしょう。みんなお困りのようであれば。まずはこの悪魔神官。見ておったぞビルダイオ、木材を手に入れたようだな。昨夜の嵐で船の明かりが吹き飛んでしまった。看板が暗くて困っている。木材を素材として看板に松明を作ってもらう。ボロの作業台。ほうほうほう。松明5個、必要となる油はこれを使え。なんでお前油なんて持ってんだよ。松明を作ったら目印の場所に置いてもらいたい。あそこの黒いブロック、全部で5箇所松明を置いてくれと。ボロの作業台を使えば松明を作ることができる。はい、作る。明かり、ああなるほどなるほど。木材3つと油が1つで、3つしか油がないからね。でもうちょっと船内を探索して材料集めろってことか。松明は地面に置くことができる。三角で置いてみましょうと。え、ってかこれさあ、持ってる。え、15って何これ。あれ、あ、明かりが5個作られるんだ一気に。なるほどねなるほどね。え、これどうなってる。こうか。1234。あれ、あと1つどこだ。上か。うん、R がダッシュ、 R がダッシュか。ちょ、バツがダッシュがいいんだけどな。バツボタンダッシュ。まあ、ここら辺はちょっとやって。ちょ、ダークソウルもやってるからさ。ダークソウル仕様がいい。あ、ここにあんじゃん。 OK、 できました。松明を作り目印の場所に置いた。まがまがしさにかけるが悪くはない。そんなに明るくなってないよね。でもやはりものづくりとは小憎たらしいものだ。急ぎ仕事を終わらせ息の根を止めねばならん。依頼を持つ者がまだいるはずだ。引き続き皆の声を聞いて回るがよいぞ。よし、達成。これで1つ達成か。で、あっちにもいそうだね。てか意外にお腹が減ってるんだけど。 54% だよ。もう貴様何してやがる。船長に命じられて俺たちの依頼を聞いて待っている。死ぬ覚悟はできているんだろ。だったら俺様の退屈しのぎに付き合ってもらおう。戦う力はどうなのかと思ってな。貴様の魔物と戦う腕を見てみて。こいつと遊んでやれ。殺さない程度にな。え、マジ戦闘。骸骨と戦ってみせろ。俺素手なんだけど。え、骸骨が襲ってきた。へへへ。ちょっと待って、勝てないんだけど。どう考えても。しかもこれさ、超アクション要素じゃん。効かないな。武器よこせよ。いって、こいつも弱えわ。え、これどうすればいいの。負けイベント、これ。やられた。すげえいいやつだな。やられたふりをしてくれたぞ。なんて、何、痛くもかゆくもないぜ。いや、知ってたよ。貴様大丈夫か。でもさ、剣で殴られてさ、鎧を着てるわけじゃないよね。だってこれ服だよね、どう見ても。生きていけないんだったな。ははは。無様さを報告しに行くがいい。まあ、こいつめげないからね。見事なヘナチョコぶりだな。戦いには向かないようだ。そうだよ、武器さえあればやっつけられる。貴様の武器なんかここにはない。え、何これ。武器を作るの。新たなレシピをひらめいた。ヒノキの棒。
木の枝を削り持ちやすくした粗末な武器、攻撃力8、結構高くない攻撃力8って。ヒノキの棒とかって普通攻撃力1とかだよね。なんだそのしたり顔は。ヒノキの棒ひらめいた。それひらめくほどか。ビルダーってやつは作るものをひらめくことができる。せっかくひらめいたんだ。作業台でヒノキの棒を作って俺様に見せてみやがれ。装備するの忘れるなよ。お決まりのセリフだな。ヒノキの棒って木の素材が必要そうだよね。さっき使っちゃったからな。装備 これか。1個でできんじゃん。はい。って装備どうするって言ってたっけ。あ、三角で装備。あ、そうすると多分持つんだね。ほい、なるほど。ほらダメだこいつらには。剣みたいだなモーションが。なんかもうちょっとさ、ドンキみたいにさ殴るモーションにしてほしいんだけど。多分モーション全部一緒なのかな。じゃあその武器っていうカテゴリーだったら。ヒノキの棒を作って装備した。なかなかやりやがる。もう一度骸骨と戦ってみるか。はい、撲殺してやる。ほらほら、すげえ、こんなに強くなるの。これがヒノキの棒の力だ。俺の負けだ。ビルダー見違えたぞ。その剣よこせ。じゃ報告しに行け。グフ。このヒノキの棒とさ、この骸骨のさ剣交換しようよ。勝利の報酬として。こいつもなかなか演技派だね。ヒノキの棒を使って骸骨を倒した。あいつの姿バラバラでなんとも間抜けだぜ。情けない、ま、情けない部下だな本当に。いい暇つぶしができた。素手ではへっぽこだが自分で武器を作り強くなれる。ただの屍。こいつずっとこのまんまなの。まあいつか復活するでしょう。さてこの祈祷師、松明とヒノキの棒を見事に作った。次は私の命令を聞いてもらうぞ。ビルダーなら誰もが持つというビルダー道具は持っておるのか。え、持ってんの持ってないの。その初期から持ってんだかよくわかんないけど持っている。嘘つけって知らんがな。ローのビルダーから取り上げたグローブを授けようって。こいつらみんな優しいな。グローブを使って物をつかめば壊さずに運ぶことができる。ああ、なるほどなるほど。看板に散らわった6個の樽を拾い私の横の御座の上に並べる。ほうほうほう。物の並べ替えに便利。 R2 持ち上げる、地面に下ろす。持ち上げたものを回転させる。 R2、 ああなるほど。ちょっと待ってね、これは難しそうだ。 R2 は回転させるって何。あ、樽はね形変わんないから。ああ、そういうことか。ほい、持って、もう一回か。しかも樽勝手に移動したし、同じところに置くとさ、そこには置けません。あ、俺の考えが甘かった。ちょ、待って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 、あの上に行っちゃったやつどうすればいいんだこれ。ああ、カーソルが合えばちゃんと上のものも持てるね。あと2つ。あ、樽どこにあるんだ。これね。あー落っこっちゃったよ。で、ちょっと待って、一回これ置いてここに置こう。で、これも奥に置こう。ちょ待って、そこには置けません。このカーソルが若干見づらい。で、ここに置いて、あと一つこれね。ほい、ちげえし。ほい、オッケー、よくできておる。グローブを使いすべての樽を運んでくれた。
最近の若者の人は随分熱心に働くではないか。金くれ、ゴールドくれ。やはり教団の敵には違いない。あとは判断は船長に任せるとしよう。よし、すべて達成したのでお前と勝負だ。見ていったぞビルダー、なかなか面白い。貴様に興味が出てきたぞ。こいつはロリコンか。貴様にとものづくりとはそんなに楽しいことなのか。うん、まあ、別にそんな楽しくないよ。嘘をつくなって。貴様はなかなか素晴らしい。やはり貴様には死んでもらわなければならない。来るか。ヒノキの棒を持った俺に勝てると思うのか。ビルダーは敵でしかない。その首俺は切り落としてやる。いや、ヒノキの棒で対抗しろよ。貴様の命は取らん。素直でお人よしで熱心だ。奴隷としてこの上ない才能を秘めている。嫌な才能だな。俺が貴様を気に入った。俺の奴隷として勝ってやろう。実はずっと気になっていたけど、分厚い本は何。あ、本背負ってたんだ。普通にリュックサックかと思った。バックパックみたいな。雨か。まずい、嵐だ。ビルダー見習いか。どうやらお前がふさわしいようだ。お前こそ世界を作り壊すもの。さあ来るがよい、私のもとへ。何をボケっとしてる。ここは危険だ。階段を降りて戦争にも隠れてやがれ。はい。あ、ここね、自分の部屋ね。あれ、なんかあっちにもビキリマークあるよ。せっかくだから、あ、ここに隠れろってことか。この揺れは、戦闘の音楽なんだけど。早く来てください。大丈夫か。中心、え、気絶したの。誰か来てくれって。結構大変なことになってんだけど大丈夫。あ、水漏れ。辺りの岩にぶつかった。グローブがあるから木箱を運んでこの穴を塞いでくれ。はーい。乗れんのこれ。あ、乗れるとかじゃねえわ。あ、ちょっと待って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 、時間ある。これやばくね。すげえ適当にやってんだけどさ。え、これでいいの。あの先進めないよね。だってそこには置けません。あれ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 。水が引いてったんだけど、どういうこと。ああ、置く場所によってなんか影響してんだね。なんでさ、話すとこっちが行けないんだよ。登れるようになるとかあんのこれ。あそこに置きたいんだけど、ちょっともう一回話そう。よくわかんないけど、とりあえず置くだけ置く。ここに置いてみる。ここには置けません。一応2段まで詰めるんだよね、こんな感じで。じゃ、とはいえ、まあいいか、とりあえずせき止めるだけせき止めてみる。全然なんかダメなんだけど。スライムヒントくれ。かちょっとスライムヒントくれ。わかんねえ俺には。助けてビルダー、役立たねえなこんな時に。あ、もう木箱使い果たしちゃったよ。え、どうすればいいんだ。マジでわかんねえんだけど、何これ。マイクラやってる人はすぐわかんのかな。
あそこに置けないんだよ。どうやって置けばいいんだ。あ、ジャンプで登るとか。あ、ジャンプで登れんじゃん。そういうことね。あ、それでこう。あー、なるほどなるほど。これはまずい。またか、ボロ舟が。木箱で防げるくらいだから、そんなにさ激しい浸水ではないんだよ。じゃあこう多分一段やって、待ってね、あー持ってもジャンプができるね。はいはいはい、ほい。で次こっち行って、はい、よーし、よく穴を塞いでくれたな。船全体が脆くなっている。貴様だけが頼りだ、あの3つの穴も塞いでくれと。で今度あそこ高いんだな。ほい、ここ塞いで、ちょっと階段作って、もう1マス前だな。でほいほい、ちょっと待って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 、ほいほいと奥から行くか。でほいほいほいと、これ持てんの。あ、これも持てんじゃん。すべて穴を塞いだ。その間に乗員を。今度はなんだ、あ、やられた。こんな木箱じゃダメだよ。完全に沈没したな。あ、マジで投げ出された。こんなのさ死ぬでしょ。これは何のシーン？ああ、やられてしまった。でっか。そして遠近感のあれか、なんか巨人くらいでかいのかと思った。おお、これ乗りたい。基本武器は何、ハンマーなのかな。こんな城も作れるようになるの。あ、イオナズンっぽいの唱えた。おお、指導がいるじゃん。見習いビルダー。これでちょっとチュートリアル的なものが終わった感じになるのかな。セーブはまあ要所要所でオートセーブが入って、またさっきの家みたいなところで一応セーブもできそうな感じだね。
どこかに流れ着いた。あたりの様子を探ってみよう。まあそんなわけで、じゃあとりあえず第1回目はこれで終了して、次回はこのね流れ着いたところの捜索から、というかこっち側全部海じゃん、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。